驚くなんてことなんてできないんじゃないかなと思うと、ドアが、どういう気持ちですか、私にパパって呼ばれるのは。その手のジャンルが好きな人にはたまらないような気がする。私一人でもいける。パパフラグ回収の速さがすごい。はい、どうも皆さんこんばんは。今日はですね、バジバイをやっていきたいと思います。ちょっと怖い、ちょっともうなんだけど、なんで怖い。ガチバイさんが来てくれて、はい、どうも皆さんこんばんは、ゲーム実況ガッチマンです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、はい、あの前回ちょっとスナックアイに来ていただいたんですけども、はい、ガッチマンさんはね、普段驚かないと絶対に、まあ、絶対ってことはないですけど、まああまり反応薄いですよね。あまり驚かない。そうです ね反応薄いです。で私は結構驚くキズナアイなので、はい、今日はリアクション逆にして、はい、あのガッチマンさんは絶対、うん、ほぼ驚く。で私は できるかな。驚かない、ほぼ驚かない。はい、で逆転でやっていけたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあルールがあるんですね。うん、実はあのこの農場にはですね、もう恐ろしい、ね、恐ろしい住人がいましてですね、そこがこの農場の中をフラフラしております。やることなんですけど、その住民を倒すためにですね、その辺にいるニワトリいるじゃないですか。あ、います、います。こいつをですね、どこかでフライパンを見つけてきて、フライパンでぶん殴って、かわいそう。でそのニワトリをどこかにあるその水道ですね、うん、水道のところに持ってって、水道の中に除草剤を入れて、でなんか 毒が混じったような鶏にして、そいつに食わせるんですよ。何言ってるか分かんないかもしれないですけど、あげるってするの、あーんってするんですか。なんか地面に置けば勝手に食ってくれるので、それで、そいつを8匹食わせれば勝ちですね。あ、結構な数食わせるんですね。そうですね。なので行きましょうか。でとりあえずどうですね、はい、どっから行こうかな。この中走って中入ってみましょうか。ほい、うん、了解です。難しいね。ガッチマンさんは以前、うん、あのキヨさんたちとやってらっしゃいましたね。そうなんですよ。だからね、驚かないって言われてもね、なかなかね、驚くなんてことなんてできないんじゃないかなと思うと、ドアがというようなリアクションになっちゃうんですけど、いいですか今ので。あ、大丈夫です、バッチリです。逆にね、こう驚きポイント分かってると思うんで。私は驚かない。ちょっと待って、やばい。本当ですか。あ、あったあったあった、フライパンです。あ、本当だ。これを持つ。はい、これを持って、あとそのさらにですね、うんうん、もうこれ私説明してるから絶対驚かないと思うんだけど、いやいや驚いてる。ガーン。シュール、シュール。これ企画やめた方が良かったかもしれない。思いました。私絶対驚いちゃうぞこれ。まあじゃあとりあえずですね、ここにあるアイテムですね、うんうん、これちょっとね、ここになんか石像みたいなんですけど、 あるこれを所持してる人が、あるね、中庭にあるなんか離れがあるんですけど、うん、そこに行くとなんかやられてしまった仲間を復活できるんですね。あ、あ、ガタガタ言い始めましたね。行きましょうか。これはやつが来るんですか。はい、やつ来ますね。これを取ったらチュートリアル終了、終了。終了ですね。あ、もうなんか音がしますね。ギーって。これ入ってきた感じですか。そうかもしれないですね。なるほど。でもね、多分ね、うん、ガッチマンさんがね、守ってくれると思います。あ、いいですよ、先。え？いや、先どうぞ。あ、僕ビビリなんで、今回、すごく。え、いや、でもやっぱりね、こうリアクションが見たいと思うんで、どうぞどうぞ。いやいやいや、後からでもリアクション取れますので、先に言っていただいて。じゃあ行っちゃおうかな。お、強い。私怖くないしな。お、強いな、アイちゃん。で、鍵と除草剤を探します。あ、いいですね、これ。これこれ。あ、なにこれ、あ、これ鍵？これね、チェーンカッターで、ね、うん、どこだったかな、どっか開けられるんですよ。え、待って、やばそう。今日、庭で、うん、鶏を食べた、調理をせずに、ものすごく美味しそうな匂いがしたわ、我慢できなかったカレー。そうなんですよ、これ書いてることが全部ヒントになるんですよ。え、これ生で食ったってことですもんね。そうですね、ここの住民さんはどうも鶏を食うのが趣味みたいですね。なるほどね。そしたら、そのチェーンカッターで開けられる場所が、どっかにあるんですね、うん、その隣の建物とか、うん、どんどん開けていったりしましょうか。了解です。まずは除草剤を手に入れなきゃいけないので。除草剤、うん、あ、鍵かかってる、ここ。あ、ここここ、あ、開いた、開いた、開いた、OKです。あ、これ、これ何？緑。これが除草剤でございます。あ、やった、いっぱいあるんだよね。でね、これいっぱいは持てないんだ。でもこれと鶏を同時に持てないので、あ、
あの水道の前にこれをどんどん置いていって、あとは鶏をどんどんぶったたいて、うん、その水道にぶち込むか。なるほどなるほどなるほど。サクサクですよ。でもね、こっからなんでね、要はこのゲームがスタートしてアイテム集め終わってからがゲームのスタートなので。え、あなるほど。うん、ウェイウェイ、これジャンプの仕方が奇妙すぎる。そもそもなんかもうほんとガッチマンさんがホラーだもん。そもそもジャンプの意味のないゲームなんですよこれ。確かに、これなんなんでしょうね、ネタ。全然飛べてないですもと。ヘイ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 ヨー。この辺から水はどこにあるんだ。水はね、こちらなんですよ。この場所をね、今回一回やったら場所とかも全部把握されてるんですね。そうなんですよね、ここなんですよね。これやっちゃってください。これやっちゃってください。お水あ、出た。でこれで除草剤、あ、入った。除草剤、あとはじゃあ鶏をどんどん捕まえていきましょう。鶏あっちにいっぱいいましたよね。いっぱい捕まえていきましょう、苔を。苔を。全然敵いないね。いないですね。これじゃ全然楽勝ですね。じゃどんどん優しそう。コケコケやっちゃいましょう。コケコケ逃げも、あ、いていた、ナイス。コケコケ、あ、いや、こういうことか。ほんとだ、コケた。捕まえた捕まえた、こんな感じで。ちょっと待って。いや、同じ持ち方してるから。私もこういう持ち方してるの。してるしてる、そういうこと。めちゃくちゃなんか申し訳ないの、ニワトリに首根っこ掴まれてる。これで捕まえて、こいつをさっきの除草剤にぶち込むと。なるほどね。あ、なんか嫌な音すんな。大丈夫かな。大丈夫。敵どこ行った。敵いないね。なんか全然いないですね。来た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 。うわ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 。来た来た来た。ガッツマンさん。驚かない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 。待って待って待って。あ、ちょっと逃げて。助けて助けて助けて。ガッツマンさん、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 ニワトリを今ちょっと敵こっちにいるので、そっちで自由に動き回って大丈夫だと思う。お、じゃあこの隙に私はもう一回あっちに、うん、行きましょう。でニワトリを、あ、毒がこれを、毒が切れちゃったので、あ、切れちゃってる。あのね、ここにニワトリ置く、これで、これそう、もう一回除草剤。そうですね、もしかしたら食われちゃうかもしれないけど。あ、じゃあ、あーそっか、除草剤をもしかしたら箱の中でいいかな。じゃあね、そうですね、運びましょう、ね、結構早いんですね、除草剤の。そうでね、あのスコアを見るとね、分かるんだけども、うん、スコア、うん、うん、なんかこの、なんっけ、タブキーじゃなくて押すと、今ニワトリが9って書いてあるのね。ほう、これは敵が、敵のスコアで、このニワトリをあと9回食わせれば勝ち、毒のニワトリ。あれ、なんか増えている。普通のニワトリ食うと回復されちゃうんですよ。あー、さっきおる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 、おるおるおる。え、早くない。え、見つかったらどうしたらいい。見つからないことですね。わお。ちょっと待ってね、こっち来て、こっちこっち、わかる、こっちこっち、ガチマンさんどこ、こっち、これ、わかる、見える、これ、あ、見えた見えた。こっち来てね、こっち、ガチマンさん。あの、復活の仕方を教えますね。私があの、女神像を持ってるので、これ使えば、復活できるので大丈夫。ほんとになんか、はい、全然変わんないテンションが。あー、そうですか。なんか、うん、普通に会話してる、なんかまるでホラゲをやってる人のテンションではない。あ、そうだった。あ、そうですか。もっと驚かなきゃいけないっけ。驚かなきゃいけなかったっけ。もう、やめましょう。早く、早くて。はっ、はっ、はっ、っていいな。難しいですね。もう日常ですからね、これ。日常、そっか。むしろね、人間と普通の会話してる方の方がなんかドキドキしちゃって、あっちの方がホラーですよ。なるほど。よし、これで開きます。お、さあ、このシャワーを浴びるがいい。あ、え、なんかすごい花火みたい。うわ、うわ、すごい。え、綺麗。これが神の力だ。神の力か。これで復活できる。この世の楽園。え、ここにずっといたい私。ここにいればいくらでもこう神のシャワーを浴びることができる。え、うわ、すごい。私が神だ。目がチカチカする。チカチカしますね。よし、除草剤拾って、除草剤じゃあ拾ってもらって、で、アイちゃんのね、フライパンが落っこってるので、あ、そっかそっか、フライパンも、あ、いるね、いるね、いるね、めちゃくちゃいますね、いますな。あ、そっか、ニワトリ食べられてるから。あ、食べられちゃってるね。うわー、きつい。じゃあ除草剤をここに運んでおきましょうか、どんどん。そうですね。ね。で、その後、ニワトリがっつり持っていきましょう。うん、うん。はい。あー、そっち行った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 、そっち行ってる。
うわ、ほんとだほんとだ、家の中入ります。あ、オッケーです。いいですね、いいですね。よっしゃ。意外とでもあれじゃん、ホラーゲーム大丈夫な感じなんですね。ほんとにか、多分ね、あのいつも一人でやってるけど、うん、今日はガッチマンさんが見てくれてるからだと思う。あ、なんか強い感じしますね。嬉しい。あ、ガッチマンさん見っけ。ニワトリ一匹います。います。持ってきた。ニワトリつけてきます。つけちゃおうか。いけ、 いけ。そう、あ、こうか。 それで、あいちゃん、あの、あいつにちょっと突撃して。突撃。おらー、来いや、こらー、ぐえー。よっしゃ、 OK です、 OK です、 OK です。やった、やった、やった。ナイス、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 ナイス。これでニワトリ、はい、いきましたね。一発いきましたね。じゃあどんどんニワトリを捕まえていきましょう。ニワトリを、ニワトリ。この、要は落としてもいいんですけど、いた、うん、OK。 落としてもいいし、かといって、その襲われても勝手に食ってくれるので。じゃあ、襲われに行った方が楽っちゃ楽ですよね。楽ですね。え、落としてても、こいつはなんか偽物、うわ、これ毒使ってんぞとか、そこまで頭はよろしくない。そう、ない。うん、全部食っていっちゃうので。お、バカだ、よかった。ニワトリ捕まえた。捕まえた？うん。ここに今、1個毒ニワトリを追加しときました。お、じゃあ私も。いるかな？あ、いたいたいた。あ、よしよし。よし。ニワトリいたぞ。あ、今ちょうど、うん、ちょうど今そこで食ってるんだ、あいつ。お、ちょうど今ね、毒ニワトリ1個食ってるので。なるほど。うわ、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 おー、来た来た来た。よしよしよし。食べてくれて、やった。ガッチマンさん、めっちゃいい感じ。いい感じ。もう、これでスクは6なんで、あと6匹倒せ、食わせれば、勝っちゃいます。お、やった。あれ、楽勝じゃないですか。なんか、あんま、怖くない、ほんとに。でしょ。なんか、ガッチマンさんが全然怖がってないから。あー、怖かった方がいいですね、そういえばね。うわーって。だからなんか、こう、すごい心強い。そうですか。まあ、これからですよ。最後の方はあいつが早くなってくるので。あ、そうなんだ。そうなると、どうなるかだね。なるほど。うん、いや、でも全然アイちゃん上手。あ、ほんと嬉しい。ほんとにサクサク。ほんとホラゲン苦手な人ってパニックになって走り回りまくってさ。そっか。どこ行くか分かんなかったから。除草剤を入れます。ありがとうございます。これつけます。つけます。おー、いいですね。オッケー。お、わ、あ、来た。おーし、一個食わせます。で、私も待っとけばいいんですかね。そうですね。置いた、あ、置くと危ないか。待っといた方がいいかもしれないですね。待とう。こっち待ってよっしゃ、食べてくれた。ガッチマンさん、あと4つ。おー、早い早い。さあ、でもどんどん敵速くなるよ。そうなってくると普通のニワトリもガンガン食われちゃうので、なかなかね。あ、そっか。でももうまとめてる。そっか。ここニワトリさん、どこ。レアタック。はい、どうぞ。あ、うわー、ありがとう。これが姫プレイか。あら、奥さんに怒られないかな。大丈夫だと思います。でもガッチマンさんからね、こうお嫁さん剥がすと、もうガッチマンさん生きていけないからな。生活できないですからね。そう、公共料金も支払えなくなっちゃうから。いや、もう最近は電話料金も払えるようになりましたので大丈夫です。お、あ、なんかあれですね、今ってなんだっけ、うん、そのペイペイとか、ペイペイ、そういうのでなんか払えるって聞きましたよ。なんですか。ペイペイ知らない、もしかして。パンダ。確かに、ね、確かにペイペイ、シェイシェイ、ね、ランラン、そうそのぐらい知ってますよ。本気で言ってます。復活してない。本気で言ってない。あれだ、ウェブでやるやつ。あ、そうそう、ウェブでやるやつ。あれ、ちょっと待って。あ、よし、開けた。よっしゃ、食べてくれた。いいよ。じゃあもう一個置いとこうかな、これ。あ、早く、でも、次。やばい、逃げた方がいい。ちょっと待って、ニワトリだ。いた。私がその間これ。ニワトリだ。うわ、めっちゃ速くなった、こいつ。よし、速くなってる、やばい。そろそろ除草剤を。除草剤、持ってった方がいいですかね。あ、今持ってきます。今食わせてる。ありがとうございます。じゃあ、よろしくどうぞ。参ります。よろしくどうぞ。あのホラーゲームもね、確かに怖いんだけども、まあ、あの、で、効率よくやっていくとね、こう作業芸になると思う。うんうん、まあ、これがまた面白い、ね、あ、やばい。恐怖の対象を手玉に取る感じが楽しいんですね。で、そう、なんかホラーゲームってなんかこんなに協力プレイできるものなんだっていう。おお、ここ、きゅうきゅう、さすがにびっくりする。あ、ニワトリ食いってんの、あいつ。よっ、あ、おーい、どこだ今ね、に、庭の方ですよ。ニワトリの方にいますね。庭の、食わせてやる。やろう。回復している。回復してますね、これ。やばみ。今4。あ、いる、いそう。どこだ、あれどこだ。おい、あー、こっち来た。こっち来た。じゃあ、多分今この建物の中に入ってったので。あ、建物の中行った。こっちの、隣の、あ、来た。ほら。どこ、あ、いた。ほら、あー、うん。
った突撃していくもんね、平気でね突撃していったいやもう除草剤持っていった方がいいですか。今1個そこにあるので、お、ナイスです。もう1個あればとりあえず大丈夫かな。 あと3か、あと3、よし、オッケー、よし、あとじゃあ4、あ、1匹食ってんな、やろう、あいつやろう、やってやんぞ。あ、いたいた、来た来た来た、いた、あーパクリ、あれあれダメだ。私の方はじゃあやっていきます。はい、待ってます。お尻お尻プリプリお尻フリフリしてる、お尻お尻、待て待て、追いかけてやんぞ、ほら、よっしゃ、取った、やった、ガッチマンさん食べてくれた、やった、あと2です。あれ、私こかすの下手かも、あれはい、オッケー、やった、ありがとうガッチマンさん、やった。これでじゃあ向こうに行くのがちょっと、で、除草剤1個あったんで水入れて、うん、うん、壊せて、勝ちですよ、これもう我々の勝ちですよ。いける、え、いるいる、怖い、いるか、ここちょっと怖いね、うん、怖い。え、でも今のところは、うん、いなさそう、いなさそう。あ、来た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 、あ、いた、いた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 、勝った勝った勝った、逃げて、うん、逃げて、逃げる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 、あ、あ、早い、めっちゃ早い、今ここにいる、ここに今止まってます。今ね、墓地の近くに止まってますね。様子見てる。墓地の近く。うん。あいちゃん家の中だよね。家の中。こっち来たか？こっち来たか？今水道の方に向かったかな？おおおおおおお。建物。どこだ？水道。勝間さん見つけた今。あ、今墓地のとこにいます。あそこに、うん、ここにいるかな？ちょっと待ってね。来るかな？来るかな？あ、来た来た来た。うわー！ゴーゴーゴー！ガチマンさん、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 ウェーイ、ふぅー、うわー、ダメ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 、ちょっと待って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 、生きてれば OK、 あ、ニワトリ食べられちゃった、そう、だけど生きてれば OK で、生きてれば OK、 早いな、あいつ増やしてしまったライフを、今家の中に入っていったので、じゃあニワトリを、ニワトリ取ってきます、どうしようかな、待っている？あ、俺のとこ、待って待って、俺のとこ、うわっ、うわっガチラーだちょっと、やられた、やられちゃった、やられた、やられた、じゃあちょっとさっきの墓地のとこにいますので、墓地のとこ行きます、ごめんなさい、ガチマンさん、大丈夫、大丈夫ですよ、優しい、なんかパパって感じする、いやいやいや、もうみんな、みんなにホラーゲームを遊んでいただきたいので、こっちだよ、こっちだよ、パパ、え、ガチマンさんってお子さん何歳なんでしたっけ。上が10で下が2歳ですね。あ、女の子と男の子。じゃあ私娘、息子でもいけるな。4歳だっけ ?4 歳になった。愛ちゃん4歳か。パパーめっちゃ喋る4歳やな、ほんとに。そう、めっちゃ喋れる4歳。パパーどういう気持ちですか、私にパパって呼ばれるのは。なんだろう、なんかその手のジャンルが好きな人にはたまらないような気がする。あ、やった、神よ、シャワーよ。浴びたらいいわ。やったオッケー、ありがとう、パパ。お、感じ取れるよね。ああ、めっちゃ嘘でしょ、あれ、フライパン取らないといけないんだ。まだね、取ってなかった。ああ、そっか。じゃあ、取りに行ってくるね、パパ。私一人でも行ける。初めてのお使い。頑張って。ああ、パパ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 フラグ回収の速さがすごい。君が。待って、パパ、一人で大丈夫かな、私。うん、そこにいれば多分大丈夫。そう。墓地の奥に逃げ込めば、パパ、なんか鳴き声してるパパ大丈夫じゃなかったパパやっちゃった、パパもうダメだまず、この除草剤を運べる、分かった、運べる、任せてみましょう、任しといて、で、除草剤の場所分かる、じゃあ、分かるよ、命がけで、任せといて、フライパンも拾った、命がけでちょっと除草剤を運んでもらって、ふかふか、ふかふかしたら、あはは嫌な音が、パパ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 、さあ、シャワーを浴びるのです、よし、浴びました、パパ、これ何回目だパパ、ごめん、本当に、よかった、ガッチマンさんが銅像を持ってくれてて、そうだね、じゃあ一緒で動こうか、今向こういるね、パパ、いる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 、鶏が7まで行ったので、ちょっとそのフライパンを回収しようか、よし、フライパン回収しましょう、あと何こだ？今一匹食っ、復活してる？あ、でも毒食ったっぽいな。6枚減ってる。やった。とりあえず毒を放って新鮮なニワトリを運びましょう。うんうん、毒を増やしましょう、どんどん。毒毒毒毒。了解です。ニワトリー待てー。よし。待って、
来た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 、よっしゃ食べてくれた。あ、いいっすね、もう4番来ましたよ。なお、こけろ、よっしゃ。このね、極限状態の協力プレイがいいんですよ。生きるかしら、楽しい。なんかあれ、敵がやっと私死ななくなってきた。そうだね、いい感じです。ちょっとアイちゃん、こいつに毒あ与えてもらっていいですか。こいつ動かなくなっちゃった。わかった、あ、ほんとだ。はい、さあ、ありがとう、ありがとう。さあ逃げて、今のうち。やった、ありがとう、助かった。よかった、助けてもらった。助けれた、パパ。いや、ナイスプレイです。よっしゃ、え、あと、あと3。やった、よし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 、オッケー。あ、走ってる走ってる。どこ行った、どこ行った。そっち行ってきます。そっち行ってる、パパパパ、そっち。オッケー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 、いいっすよ。よっしゃ、パパ、たぶんそれ食えば勝ちじゃん。はいはい、やった、食った食った、パパ、食ってる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 、あと1個。どうだろう、あと1個かも。遠くで様子見るか。いっぱいいっぱいに。あ、待って待って、アイちゃん、オッケーオッケーオッケー、こっち来て、こっち来て、オッケーオッケーオッケー、こっち来て、見て見て見る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 、ご覧。うん、あ、なんかフラフラしてる。とっても具合が悪そうだよ。ほんとにめっちゃ緑、ゾンビゾンビゾンビ。え、めちゃくちゃ具合悪そう。ヨタヨタしてる。大丈夫大丈夫、え、大丈夫大丈夫、なさそう。おばちゃん、ヨタ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 、お尻が、あぁ、崩れ落ちた。わぁ、これどうするの。あのね、あ、バンまで運ぼう。あの、あれか、台車台車だ、パパ。正解です、正解です。見てたの、私台車。鶏待て。え、台車を持ってきたらいい。そう、それ持ってくれば OK。 わかった、やっと役に立てる、嬉しい。おお、いいねいいね、やったー。ガラ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 、早い早い。ひょー、こちら、これに乗せれる。そう、こちらでございます。これをこれを、あ、乗った乗った、目開いてる。で、これこっちですね、そのまま。どうからどう見てもおじさんに見えるけどな。一応カレンおばさんということみたいですね。ね、だよね。このバンに乗せる。そう、こいつを捕まえておしまいです。グッジョーグッジョー、やったー、もう一生終わんないかと思った。ありがとう、パパがね、いっぱいね、こうキラキラさせてくれたからだよ。いや、驚く場面があんまりなくて申し訳なかったけど、私もなんかもうずっともう途中でもうなんか途中っていうかもうしょっぱなもう、あ、無理だこれ、驚くわってなっちゃう。でもね、こう協力プレイするのが面白いところだよ、このアゲーム。いや、本当に面白かった。いや、なんかね、タイトルはね、釣りじゃなくて本当にやろうとは心がけてたんですよ。そうですよ、心がけてたんだけど、あー、やっぱりこう、なんだろうかな、やっぱこう一致団結していくとね、そういうのがまた変わっていくわけなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ、しょうがないですね。すいませんでした、なかなか難しい。どうでもない、どうでもないです。ということで、ガッチマンパパと、はい、パシパイ無事クリアできました。イエーイ、やったぜ。いや、本当に楽しかった。なんか安心感がすごい。そうかな、喜んでもらってよかったけどね。いや、なんかまたちょっとやりたいです、一緒に。いや、でもアイちゃん、でもね、ホラーゲーム慣れてると思うよ、多分。怖い、キャーって言うけど、ちゃんと動けるからね。あ、嬉しい。さすがにね、度胸が座ってますね。よっしゃー。確かに私も最初やったホラーゲームがインサイトとか、あと、バイオハザード7だったんですけど。あ、7?そう、バイオの7は本当に動けなくって、もうなんか、うん、あのなんだろう、こう食べたったりこう、はいはい、その怖いシーンとかもう回れ右して、はい、え、これ見ないとダメですかみたいな感じだからそれを思ったら確かにできてたし、てた、いや、本当アテンドとか説明が、うん、本当にパピー上手。ありがとうございます。さすがです。もちろん、ね、やりやすかったので本当に今日は楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ガッチマンパパのメインチャンネルとサブチャンネル、はい、登録してないって人はまさかね、まあ、いないと思うんですけど、もしいたら登録よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ということで、本当にありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、これからもパパと呼ばせてください、ま、はい、いくらでも呼んでください。ぜひ遊びに行ってください。それでは、バーチャルゲーマーのキズナアイとガッチマン V でございました。またねー、またねー、バイバーイ。